回あの新たに変えてこれで変える、まあ、S モード。はい、こんにちは、フォトジャーナルプレスのゆうです。今日はね、α7-4 の静止画と動画をね、スムーズに切り替える方法を紹介しようと思います。 α7-4 はね、もう静止画も動画もね、上位機種フラグシップ機に劣らないような、もうすごいスペックのハイブリッド機として登場しました。でそのためね、静止画と動画 S&Q をね、スムーズに切り替えできるような切り替えダイヤルが搭載されています。でそのね、切り替えダイヤルが搭載されていて非常に便利なんですけども、さらにね、もっと設定をしておくと使いやすくなる設定2つ、それがね、フレキシブル露出モードと、あとは動画静止画の独立設定、この2点をね、ちょっと紹介していこうと思います。なぜね、その設定をしておいた方がいいのかをちょっと説明すると、まあ、先ほども言ったように α7-4 はこのね、露出モードの下に静止画動画 S&Q の切り替えスイッチがついています。まあこんな感じです。まあ裏面に静止画とね、動画と S&Q のマークがあって、前でロックを押しながら切り替えるというスイッチになります。まあ、ちょっとね、手が届きにくいとか、まあ、慣れるまでね、ちょっと時間かかるなとは思ったんですけども、あともう一個ね、ちょっと気になったことがあって、フレキシブル露出モードと動画と静止画の独立設定は設定しておいた方がいいと思ったので、ちょっとお話ししようかなと思います。で、そのね、ちょっと慣れるまでというのが、まあ、切り替えレバーですね。これちょっと α7S3 なんですけども、この露出モードの下に切り替えレバーがあって、まあ、動画とかね、静止画 S&Q を切り替えます。で、その後に、この上のね、露出モードで A モードとか S モードとかを切り替えます。で僕がね、それ何が言いたいかというと、例えばね、僕は結構静止画を A モードで撮るんですね。絞り優先で撮るんですね。でこっから動画を撮影したいとなったら、切り替えレバーで動画モードに切り替えます。で動画はね、僕はシャッタースピードを固定して結構撮るので、まあ、A モードでは撮らなくて S モード、M モードとかね、そういったもので撮ることが多いです。なので静止画から動画に切り替えスイッチを切り替えて、さらにね、ここで S モードにしないとダメなんですね。まあ、そういった人は結構ね、二度手間、まあ、切り替えスイッチがついたことによってシームレスにね、切り替えれると言っておりますけども、まあ、そういったね、モードを違う人、静止画とね、動画違う人にとってはね、ここ一回切り替えてまたね、ここを回さないといけないという二度手間が発生してしまいます。まあ、例えばね、このメモリーのね、 MR っていうところがあるんですけども、自分の設定を記録できる123という、まあ、そこにね、静止画とね、動画登録しててそれしか使わないっていう人だったらね、まあ、1とかにしてて切り替えたらスムーズにできると思うんですけども、まあ、僕みたいにね、静止画は A モードで動画の場合はね、また別のモードで使うっていう人にとってはね、結構ね、二度手間になってしまいます。ということで、そこで便利なのが動画のね、フレキシブル露出モードというものです。はい、これがね、何なのかというと、まあ、絞りとシャッタースピード、ISO感度をね、自動で設定するか、それとも手動で設定するかをね、このモード切り替えをせずにカスタムボタンに割り当てて瞬時にね、オート、マニュアルを切り替えることができる露出モードです。これがね、 α7S3 からもね、搭載されていて、まあ、非常に便利なので、僕はもう動画モードはもうそのフレキシブル露出モードだけにしています。まあ、これ購入した時にね、これが便利ですっていう動画もアップしたんですけども、よかったら見てほしいんですけども、まあ、具体的にね、ちょっと分かりづらいと思いますので説明していきますと、まずね、設定をしてもらう必要があります。でこれ α7S3 なんですけども、4でもね、同じですので、まずメニューボタンでまずね、動画モードに設定してください。切り替えスイッチで α7-4 もね、 S3 も静止画の時とね、動画の時メニュー画面変わりますので、フレキシブル露出モードをね、設定するときは動画モードにしてください。でちょっとね、メニュー画面が違うかもしれないんですけども、でこんな感じですね。カメラマークのところに露出制御方式っていうのがあると思います。でそこをね、選択していただいて、そうするとね、上が普通のね、このダイヤル露出モードを切り替えた時の設定か、下にね、フレキシブル露出モードっていうのがあります。これをね、選択ができます。でこのフレキシブル露出モードっていうのはね、結構ね、シネマカメラとかでもね、 FX3 とかでも搭載されている、まあ、便利な機能ですので、僕はね、こっちの方慣れたら使いやすいのでおすすめします。でこのね、フレキシブル露出モードを選択します。はい、そうするとね、こういったね、カスタマイズ方法、ボタンをどこに振り当てるかっていうのが出てきます。で僕の場合はね、このカスタム2にシャッタースピードを、そしてこのレックボタンに絞りをオートか手動で変更できる設定をしています。でまず設定がそこですね。でもう一つ設定しておいてほしいのが、静止画と動画の独立設定です。はい、これはね、 S3 だったらこのセットアップのところに動画静止画独立設定ってありますので、ここですね、まあ、これをね、設定しておくと
まあ、静止画とね動画独立設定、静止画から動画に変更したときにそのね設定値を引き継がないような設定です。例えばね、まあ、静止画はもう普通に A モードで撮影して、動画を撮影するときなんかはねピクチャープロファイルとかシャッタースピードとかね固定して撮ってたりするんですけども、それをね静止画とかにもね引き継がないようなホワイトバランスであったり、そういったのを引き継がないような設定にできる項目です。まあ、静止画とね動画両方とも撮る人は、まあ、これ独立設定おいた方が絶対に便利です。はい、ちょっとね話戻りますけども、そのフレキシブル露出モードっていうのをちょっと使い方を最後説明して終わろうと思うんですけども、はい、先ほど言ったように、ね、僕はここのレッグボタンに絞りのオートマニュアルを切り替える設定をしていて、ここの C2 にシャッタースピードをしています。で今画面がこんな感じなんですけども、ここのね下のところの見てもらうと分かるんですけども、ここはシャッタースピードで、ここは露出の数値を表すところなんですけども、ここをね僕がまた先ほど言った絞りのボタンを押すと、ここなんかね A っていう文字が出てきたと思います。ここのボタン押すと A で、もう一度押すと消える。これ何が行われてるかというと、 A になった時はオートになっています、絞りが。でもう一回押すと、自分のね手動でダイヤル回すと絞りが変更できるようになっています。で先ほど言ったカスタム2にはね、僕はシャッタースピードを設定していますので、またカスタム2を押すとこんな感じでね、オート手動という風に切り替えることができますので、ここのねモードダイヤルを1回1回ね回さずに、ここのカスタムボタンとかですぐにね絞りをオートにしたり、シャッタースピードをオートにしたりすることができます。ということで、これでね何が言いたいかと言いますと、先ほど言ったような A モード、静止画の A モードで撮っていた時に切り替えレバーをね切り替えて動画にした時でも、このフレキシブル露出モードにしておくと、ここのねモードボタンを一回一回静止画動画に切り替えた時に変えなくてもいいっていうような感じになります。なのでまたねこのままね A モードになっているので、動画の時にねこの物理ダイヤル上は、なので動画から静止画に切り替えた時でも、もうそのままねスムーズに A モードで撮影できるという感じです。で動画撮りたい時はもうここの切り替えレバーで動画モードにすると、フレキシブル露出モードなので、ここのね露出モードは触らなくて、ここで変えたい時にワンボタンでね変えれるというような設定になります。これね本当非常に便利なので、まあ、よかったらね試してみてください。で先ほども言ったように動画のね独立設定しておくと、そのね設定値も引き継がなくていいので、静止画と動画にね切り替わるときに、まあ、非常にね便利なので設定しておいてください。であと1個ね注意点なんですけども、こういったね絞りリングがついてるレンズっていうのは、必ずねフレキシブル露出モードの時はここ A にしておいてください。まあ、基本的にねここで押して、まあ、このマイダイヤルとかで絞りをね変えることになりますので、でしておかないと、今ここ触ってるんですけども、その場合はねこのフレキシブル露出の、ね、カスタム設定は効かなくなりますので、まあ、その辺はね、まあ、A にしておくか、そのままにしておくかっていうので、ね、まあ、使い分けたらいいかなと思います。はい。ということでね、α7 は動画とね、静止画、シームレスに使えるというね、まあ、そういった機種に仕上がっています。そしてね、動画とね、静止画をシームレスに切り替える切り替えボタンがついていて、より使いやすくなっていると思いますけども、今回ね、僕が紹介したフレキシブル露出モードと、まあ、動画と静止画の独立設定をね、設定しておくと、さらにね、使いやすくなりますので、よかったらね試してみてください。はい、それではね本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。